どうも、三つ三つ井と申します。今回はガチグマ、暁の姿を使っていきたいと思います。こちらのポケモンはステータス、技、特性、すべて優秀で、対戦での使用率も常に上位となっているポケモンでございます。なので、今更動画で主役にするポケモンではないのですが、今回のガチグマは一味違います。はい、こちらフェアリーテラスタルとなっております。暁ガチグマは過半数がノーマルテラスタルで、専用技ブラッドムーンの火力を跳ね上げる方が多いのですが、しかしノーマルテラスタルだと相性補完が良くない。ブラッドムーンが連発できないので、ハイパーボイスも覚えさせてノーマルで2枠取らないといけなかったりする。そもそも読まれやすい、まあ、といった実はちょっと不自由な部分があります。一方でフェアリーテラスタルだと弱点である格闘が半減、そして元のタイプと一貫してる弱点はなし、さらにムーンフォースをタイプ1で打てるようになります。特攻種族値135からの1致ムーンフォースはかなり強力です。そして何より頭からハートが生えて可愛いというメリットもあります。それではとっても可愛くて強いフェアリーガチグマで対戦をやっていきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。はい、マッチングいたしました。たまちゃんさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、向こうにもねガチグマさんがおりますけどね、こっちのガチグマさんは一味違うぞということでね、頑張っていきたいなと思いますけども、まあ、お互いエンペルとラグラージというね、水御三家からスタートするっていう可能性も結構あるのではないでしょうか。じゃあまずこちらね、ラグラージから行ってクマさん、ここはオーガポンで行きますかね。信頼と実績のオーガポンで、さてさてさて頑張っていきましょう。はい、エンペルト VS ラグラージの対面が爆誕いたしました。ここはでも向こう引いてくるもあるんじゃないかな。こっち一応地面タイプですからね、のでここあくびからと思ったら向こう引いてこないと、こう捨てろ、向こうは捨てろから、なるほどなるほど、龍一ほな、じゃあこっちはステルスロックで引いてこない。ラム飲み餅とかだったりします。向こうはあくびと、寝ていくと。でも次のターン寝ちゃうんでね、ここはじゃあいきなりからクマに変えてきますか。まあ、ラグラージとクマはね地面タイプとか比較的ステルスロックかでも出し入れはできるのですが、引っ込める。さてここで何が出てくるか、ここ結構大事よ。エルレイド、そんなには良くないね、そんなには良くないんだけど、ここはフェアリーテラスタルが火を吹く可能性がございます。いきましょう、フェアリーテラスタルムーンフォースで行くぜ、ね、ガチグマが全部ノーマルテラスタルだと思ったら大間違い。なんとこういうハートをつけたね可愛らしいのもいるんですね。え、可愛いでしょう、このコアモテにハート、とっても可愛いんだから、ね、聖なる剣など聞きません。なぜならプリキュアだから。いけ、頑張れプリキュア、いけプリキュア、プリキュアかっこいい。海竜、海竜がお靴を履いてなければこのステルスロックが痛い痛い。テラス切ってくんじゃないかなって思うので、僕ここブラッドムーンでいいんじゃないかなって思うんですよね。絶対テラス切ってくる。まあ、鋼テラスだったらどっちにも半減なので、まあ、どうせ打つもなしっていうお話なんで、鋼だー鋼だー鋼だー。でもまあ大地の力打てないですからねここで、なかなかね、それはさすがにちょっと勇者すぎるというか。なるほど、鋼かー。でも結構効いたな、言うて結構効いたな。これワンチャン真空波で取れたりしない？それはちょっとあれかな。ああさすがに無理か。アイアンヘッド、でもアイアンヘッド耐えるぐらいのあれはありますよ。無理かな、無理だったよそれは。無理ということで頑張れラグラージ。ラグラージの耐久があればスケールショット、これダイスのやつかな。うわ、急所もうちょっとやめて、お願い、急所なければっていう、ちょっとやめて。オッケー、危ない、これダイスのやつかな。なんとかねこの要塞海竜は
落としましたぞと。やっぱ大スカーで、ここでエンペルト、ね、これ地面技がないのが痛いですよね。まあ、はたきだけは落としておきましょう。おいよと、ゴツメか。まあまあ落としといてよかったなっていうあれではありますが、いよいよ打つものがない。マジでどうしよう。グーグー寝てるとはいえね、クイックターンで帰ってももうどうしようもないですから。おナイス急所、もうどうしようもないんでね。ここでもう寝かすこともできないので、アクアジェットでぶっ飛ばしていく。アクアジェット持ちか、なるほど。さて一丁頑張りますか。最後の砦でオーガポンちゃん、やはりね最後を締めるのはこの男。あーまあ女の子ですけどね、まあ、よろしくお願いします。ジェンダーレスということで、アクアジェットじゃ無理なんじゃ。あでも激流、でも激流発動してももう無理よね。まあまあわずかな希望にかけたというね、まあ、そのチャレンジング精神は敵ながらあっぱれという感じで、まあ、そんな感じでね、ハートのついたガチグマちゃんもなかなかいい塩梅だったのではないでしょうか。対戦ありがとうございました。はい、マッチングいたしました。ギョベビャボさん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、久々に見ましたけどね、このペリイルカの並び。さっきと同じくラグラージクマさん、海流かな。これでいきましょう。さてペリイルカで来るんでしょうかね。イルカ、やはり。じゃあここクイックターンをまあ打ってくるんじゃないかなとは思うので、ここステロで素で引っ込める、素で引っ込めるんだったら、あらどう、ここどうなんだ。フェリッパーで来ると思ったらどうなんすね。なるほど、それは結構なるほどというか、ここあくびで、まずはあくびでね、このかわいい銅ちゃんを寝かしていきたいな。ああ君も、君もか。こう向こうイルカに変えてきそうな感じもあるんですよね。ここガチグマで、はい、ラグラージ引っ込めていき、こっちはガチグマさんでございます。はいと、で引っ込めて、私の予想ではここでイルカが出てくる。はい、イルカが出てきました。さてさて、尖った岩が刺さりまして、さてさて、まあ、ここはもう必然的にテラスタルを切らないといけない。でテラスタル切っても結局ブラッドムーンのが威力が高いので、まあ、ブラッドムーンを打つのですが、まあ、直帰イルカマンだった場合ですよね。直帰イルカマンだった時、私は果たしてこやつにどうしていけばいいのかという、そんな疑問がございます。ドレパン、はい、それはハートの子なんで大丈夫、大丈夫なのですが、とはいえブラッドムーンで、おいしょー、割と全然ダメでしたね割と全然ダメという、まあ、ムーンホースで、ここで水ジェットパンチってことでしょうか。あらドラゴン、ドラゴンになるの。そうなの、そうなのね。ウェーブタックル、ウェーブタックルさすがに耐えるよね。あっぶねえ、危ないんだからただドラゴンになったことによってこのムーンフォースが火を吹きます。ありがとうございます。まあね、ウェーブタックルの反動込みだから、まあ割と何でも倒せたかなって感じあるけど、まあまあまあ、むしろテラスタル切ってくれてよかったっていうか、テラスタルは正直何の意味だったんだろう。うん、羽ばたく神、羽ばたく神ね、これあームーンフォ、ムーンフォ多分耐えないんですよね、いくらなんでも。とはいえどうしましょうかね。受け出しできるやつはちょっといねえよなってことで、これ耐えれたらいいなって感じで、ブラッドムーンで耐えれないからちょっとさすがに厳しい、さすがにね、ちょっと厳しいよね。まあ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 、相手のエースを落としたというだけでも素晴らしい活躍だったのではないでしょうか。ここはラグラージで、相手の持ち物は割れてるのであくびがねしっかりと刺さっていきます。はい、ここは下がる、ムーンフォースという技はね
私も使っといてなんですけど、おかしな技ですよね。こんだけ威力が高くて3割で特攻が下げれるというね、変な技なんだから。はい、ドーちゃんがやってきまして、ドーちゃんにも岩が刺さっていきますと。ほいと、で畑落とすで黒いヘドロを落とすと、あくびで、向こうもあくびかな、あくびで、これ海竜に変えるんですけども、はい、海竜さん毒毒、あら、ここで毒毒をラムの実持っててよかったといえばよかった。ただこうあれよね、ここでラムの実消費はちょっとなんか私的にはもうちょっと奥の手で取っておきたかった感もありますが、まあ、とりあえず地震で銅を処理していきまして、次勝負ね。さすがにマルチスケールあるから何でも耐えるよなとは思うんだけど、この羽ばたく神が硬いやつだった場合アイアンヘッド一発で取れないっていう可能性も出てきますよね。たまにいるのよね、変に硬い特攻がすごい下がるんだから。硬いやつであるな、オッケーオッケー、よし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 、ね、たまにいる、もう HP ガッチガチみたいなやついますからね。でもまあアイアンヘッド耐えるのかどうかちょっと分かりませんけど、羽ばたく神って本当恐ろしいんですよ。対戦ありがとうございました。はい、マリさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでエンテイのパラドックスがおりますね。他もいっそ初手海竜でいきますか。初手海竜クマさんオーガポンでこれでいきたいと思います。はい、可愛らしい方でございますけど、おお、すごいオーバースロー、すごいオーバースローでしたけど、はい、でこう足すと、さて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 、浮いてるやついたっけな。浮いてるやついないならもうここ何も考えずに地震でいいんじゃないの。そこはもう、そこはもうそれはそれで、まあ、地震でもなかなか耐えていきまして、あくびと、まあ、あくびは私には効かんということで、ここはもう地震連打で、はいっと、とりあえずこれで亀さんを倒してきますと。石をまかれなかったのがね、ほんと良かったですね。はい、海竜は寝てしまいますが、はいとね、足元でね、足元で木の実を食べますんで、これで大丈夫いと。はい、オーバースローでうがつホームラが出てきまして、ここで古代活性が発動ね。えこれね、これどうしたらいいやらっていう、ここちょっと様子見的に地震打ちますか。テラスタル、何テラスなんだろうな、うがつホームラって。はい、炎、炎テラスなんだ。へえ、炎テラスで大噴撃を打ってくると。なるほどね。うおー、もう体でっかいね。そして私は地震打ってるので効果抜群となります。ここどうだろう、ワンチャンテラスタル神速で取れたりしないかな。いけるなら行っちゃった方がいいよな。これちょっとぶち込んでいこう。でっかく決めろよ男なら。横道それずにまっしぐらってね。いけ、頑張れ頑張れ頑張れ、海竜、海竜さん、海竜さん、かっこいい、かっこよすぎる海竜。よし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 、これであとはラス1次第。まだこっちにはね、クマさんもいますんで、ガポンもいるし、ハバカミだ、ハバカミだ。東大活性発動、ムーンフォー、どうだろうな、耐えんのかな、どうだろう、わからん、耐えないんだ。私の回路一応耐久ぶりなんですけどね。耐久ぶりだけどこれって全然耐えないんだ。これガチグマで、頑張っていこうガチグマ。ブラッドムーンでムーンフォー、うお効くね。てかこれあれか、メガネのやつちょっと火力ありすぎでございますよね。これはどうあがいたってこれメガネよね、絶対メガネだったらあれですよね。もうムーンフォーしか打てないからガポン倒せなくて僕の勝ちということでよろしいでしょうか。ねえねえ、よろしい。さすがにこれメガネじゃないとおっちゃん泣いちゃう。はい、この晴れの乗ったツタコンボでですよね。強いねメガネ羽ばたく神って。
でもこっちの鬼も強いんだなっていうことで、対戦ありがとうございました。いやーもう力と力のぶつかり合い、いやでも今回はでも海竜が良かったな。ガチグマも強いけど海竜もやっぱりまだまだ強いぞというね、そんなポケットモンスターでございます。